ダライラマ、ダライラマ、ダライラマー、ター・エルエー、アイ・ブロ・エーエは、チベット仏教ゲルク派の行為のラマであり、チベット仏教で最上位クラスに位置する、ケシン・ラマの名跡である。その名は、大会を意味するモンゴル語の、ダライと、死を意味するチベット語の、ラマとを合わせたものである。ダライラマは17世紀、1642年に、発足したチベット政府。 デンポタンの長として、チベットの原種の地位を保有し、17世紀から1959年までの、間のいくつかの特定の時期において、チベットの全域、1732年以降は、チベットを中心とする地域をラサから統治する、チベット政府を指揮することがあった。現代ラ,ラマ14世は、チベット動乱の結果として1959年に、発足した、ベットリンジ政府、 後中央チベット行政府、通称チベット亡命政府において、2011年3月14日に引退するまで政府の長を務めていた。現在のチベット亡命政府では、チベットとチベット人の守護者にして、象徴という精神的指導者として位置づけられている。チベット仏教では、チベットの国土と主張は、観音菩薩の所家と位置づけられ、チベットの人々は、 観音菩薩をチベットの守護尊であると考えるようになった。ダライラマは、その観音菩薩の化身とされる、天章系譜である。ラサのポタラグは、第五世以降の歴代、ダライラマの居城であり、チベット仏教における聖地となっている。チベット仏教の信者らはその居城へ一生に一度は、巡礼することを目標としており、最も聖なる、巡礼方法は五体統治とされる、信者らからは、 いいいのルブ、尿意傍衆の意と損傷される存在ある。日本では、チベット仏教の法王とも呼ばれるが、チベット仏教で法王と呼べる存在は、かつて妙長より、大法法王の称号を送られたカルマ派のカルマパや、北カドゥク派のギャルワンドクパなど、複数存在する。多くの場合、ダライラマはゲルク派の指導者であると考えられているが、この地位は、正式には、ガンデンティッパの属下にある。 ガンデンティパはダライラマによって任命される人気性の役職であり、実際に多大な影響力を有しているのはダライラマである。ダライラマはゲルク派の有力な宗教指導者から始まった天正ラマ制度であったが、ダライラマ5世の代に至ってチベットを支配する政治的権威をも身にまとうようになった。第6世以降のダライラマは、モンゴルや新朝という外部勢力によって、 開敗させられたり、未成年時には、摂政が政務を代行したため、ダライラマ本人が常に実権を掌握していたわけでは、なか。とはいえ、観音菩薩の化身たるダライラマに備わる、ある種の理念的な権力は常に機能しており、新長などの介入者や実権を握った摂政らも、その権威を否定することはできず、少なくとも、形式上は、ダライラマの共同に従う態度を示していた。 ガライラマは16世紀のモンゴル諸部族の間で最有力指導者であったアルタンファーにより送られたモンゴル語の称号に由来しアジア、欧米などで広く用いられる通称。チベット語でもター・ラ・ラ・アイ・ブロ・エマー、MA、と表記されるがチベットでは対外的文書などに用いられるに過ぎずチベット人の間では継承としてギャルはまたはギャはラサ方言ではゲーはリンポチェ。 ゲイカにあたる継承、尊い勝者の意や、君群、御前などと呼ばれる。ダライラマ法王日本代表部事務所では、日本語名称は、ダライラマ法王、継承は、ゲイカ、ヒズ・ホーリーノスとしている。仏教師、バイセルでは、タムチェ・キエンバ、トムズ・キャド・マカヨン・パスカル、ドー、パクサム・ジョンさんでは、ギャル・ワン、ジアル・ダバンの称号で呼ばれている。ラテン文字関用表記、ダライラマー、 チベット語、YD 方式、ター,エー・エ a アイ・ブロー・ MA ー、中国語、カンタアザ、反対ジ、タチヨリラツマ・カンゴピーイン、など。ダライ・ラマが没すると、その遺言や遺体の状況、神おろしによる、託船、聖なる湖である、ラモイ・ラゾコの観察、夢占い、何らかの奇跡などをもとに僧たちによって、次のダライ・ラマが生まれる地やいくつかの特徴が予言される。 その場所に行って、子供を探し、誕生時の特徴や幼少時の癖などを元にして、その予言に合致する子供を候補者に選ぶ。その上でその候補者が、本当の化身かどうかを、前世の記憶を試して調査する。例えば、仙台ゆかりの品物とそうでない品物を同時に見せて、ダライラマの持ち物に愛着を示したとき、 あるいはその持ち物で先代が行っていたことと同様の癖を行ったりした場合に、その子供がダライラマの生まれ変わりと認定される。認定された転生者は、幼児期にして直ちに法王継承の儀式を受けるが、この時点ではあくまで宗教的権威に止まる。成人に達すると、通例は18歳、チベット王として、改めて即位を取り行い、初めて政治的地位を持つこととなる。 先代の先へ、死亡から新法王の即位までの間は、摂政が国家元首の地位と政務を代行する。ダライラマ一世、ゲンドンドゥプタ、1391年から1474年は、チベット仏教ゲルク派の階祖、ソンカパの時期弟子であった。カズヨから四世、1589年から1617年までのダライラマは、チベットと、 周辺地域で広く尊敬を集めた学僧であったが、偉大なる五世と呼ばれる、ダライラマ五世、ガワンロサンギャツオ、1617年から1682年は、優れた学僧であっただけでなく、モンゴルの豪族軍師ンの後ろ盾を得て、1642年に、チベットの政治的支配者となったとされる。以来、歴代ダライラマは、チベットのみならず、 モンゴル人や満州人にも影響力を持つ宗教的権威者の立場とチベットを滑る政治的権威を有する君主の立場とを兼ね備えた僧侶君主となりチベット第一の都市であるラサを基盤とする政体、ガンデンポタンの最高権威者として君臨したしかしその後の歴史の中ではダライラマ本人が常に名実ともにその権力を掌握していたわではなく とりわけ9世から12世までのダライラマはいずれも溶接したため、実験を行使して、申請を行うことがほとんどなかった。ダライラマという称号は、モンゴル人の支配者、アルタンハーンが、当時のデップンデラノザスであった、スーナム・ギャツ王子と仰ぎ、送った称号を。この時の正式な称号は、ダライラマ・バジュラ・ダーラ・ドリー・ブロ・エム・エー、ベズラ・ダリといった。最初に、 ダライ・ラマの称号を用いたのは、スーナム・ギャツォであったが、彼を一世とはせず三世とし、遡ってゲルク派の州卒オンカパ大師の弟子ゲンドゥン・トゥップパを一世とした。ダライとは、モンゴル語で、大会を意味する。ラマは、チベット語で、死、教師、指導者を意味する。第二世ゲンドゥンギャツォ以来、歴代の法名に襲名されているギャツォとは、チベット語で、海を意味し、モンゴル語の、 ダライと対応する。ダライラマの名跡は、ゲルク派の宗祖、ソンカパの皇帝、ゲンドゥンドゥプを初代とし、代替わりが進むにつれ、ラサ三大寺のセラでプンリオ寺の雑職を兼任するようになるなど、ゲルク派内の地位を高めていった。また、ドーハのモンゴル布教の最前線に立ち、1578年、第三世、スーナムギャツォが、当時のモンゴルの最高実力者、アルタンハーンと、 女優関係、摂取、福田を築くなど、モンゴルに対する大きな影響力をも持つようになった。1636年、アトキンの王本太治が、ボルジギン氏、チンディスハーンの子孫ではないにもかかわらず大ハーンの地位に即位、即位と同時に国語を大臣と変更するという事態が起きたとき、ハルハとオイラとの諸部は、友好施設団を派遣して、 愛心かく氏による大破案らい継承を通認したが、この施設団は名目上、清朝によるダライラマイの使者派遣に自分たちの使者も同行させてほしいことを申し入れることを目的としていた。補修都部の指導者グー派ハーンは、清朝に施設団を派遣した1637年により、チベットの征服に着手、オイラト軍を率いて1642年までに、 中央チベットアムドカムなどチベットの大部分を制した。グーシハーンはアムドを保守都部の直轄地とし、中央チベット全域をダライラマに寄進して広大なダライラマ領とした。これをもってダライラマを頂点とする政権が中央チベットに樹立されることになった。その後グーシハーンも初代摂政スーナムチュンペルも相次いで亡くなったため、 ダライラマ五世は着々と自らの権力を固めることができ、彼をチベットの最高権威として擁立せしめたモンゴル人たちの総主権は有名無実と化した。また、当初ダライラマ政権は中央、チベットのみに支配を及ぼしていたが、後にその支配地域を拡大していくことになる。こうして、名実ともにダライラマ五世がチベットの支配者となったとされ。 ダライラマの信者であるグーシハーンによるチベットの制圧は、チベットの宗教界と世俗の権力構造に大きな変動をもたらした。ダライラマの名跡は、それまでのゲルク派の有力名跡という宗教的権威のみならず、チベットで最も肥沃で人口中密なダライラマ領を掌握するのに加え、グーシハーン一族やグーシハーン一族に従属する諸公たちの領主権の認定。 各地のゲルクハ人ンの人事権の認定に携わるなど、宗教的、世俗的な権威と権限をチベットにおける支配地域で使いするという、生俗良権を一心にまとうちとなった。ダライラマ六世ヤンヤツォによる、陸海のフズとシャミ海の返上、その後の宝刀は、1642年以来、ダライラマ擁立の後ろ盾となってきた空詞、ハーン一族の分裂をもたらし、 サイヤンギャツォに変えて、別の六世へシェイギャツォを擁立する、ラサン派と、中国へ流刑される途上1705年に死去した、サイヤンギャツォの、生まれ変わりとして擁立されたケルサギャツォを擁する、反、ラサン派が対立することとなった。対立は、オイラと本国、当時ジュンガルブが支配や慎朝などの外部勢力を、巻き込んだ戦乱の果て、1720年。 ケルサンギャツオがダライラマとして正式に即位する形でとりあえず決着した。ただし、チベット人やモンゴル人たちがケルサンギャツオをザイアンギャツオの生まれ変わりであるダライラマ七世として認定したのに対し、新朝は当初ロサンギャツオの生まれ変和であるダライラマ六世として扱った。新朝がケルサンギャツオのダライラマとしての代数をチベット人、 モンゴル人が認定している通り七世として認めるのは18世紀末、後期帝の創尊家ミカドの代まで下る。ダライラマ八世の代に起こったクルカ戦争を機に、新朝の乾隆帝は、化身玉の選定方法に介入し、セルブム、黄金の瓶をチベットに送り、ダライラマとパンチェンダマなど化身玉の名跡の認定に、この瓶を活用するよう求めた、近平聖クジ。 ダライラマについては、十世から十二世までの選定に用いられた。十九世紀初頭に、ダライラマ八世が宣言して、以来、ダライラマの転唱者の創作は、チベット貴族の勢力争いの場となり、恣意的な人選が行われた。この時期の四代のダライラマはいずれも創生しており、十世から十二世までのダライラマは、政治的実権を握る成人前後に急成している。 このような状況下で有力僧侶や貴族が摂政となって実権を握り、貴族や大臣院の権力争いや陰謀が横行する混迷の時期が続いた。ダライラマ七世宣言の後、ラサの四大院の名跡の中の一人がガンデンポタンの主犯ギャルツアプ、ジアルチャーブ職に就く体制が成立した。1642年から1705年に存在したデシ ストスレット職が、ダライラマの下で世俗の権限を行使する、首相職とでも言うべき地位であったのに対し、ギャルツアプ職は、ダライラマの代理としてその権限を行使する、病代、摂政と言うべき地位であり、絶大な職権があった。ダライラマは現在、ゲルク派の最高指導者ではなく、チベット仏教の最高指導者であると言われている。実際に、ダライラマは、 チベット仏教を統括しているかどうかは別として、このことの歴史的背景には、クビライト・パクパが築いた、セシュとケイところの関係を端緒とする、両天下社教、すなわち、チベット仏教の領収が、天下の仏教の上に立つという思想がある、と、田中広明は指摘している。この発想は、チベット仏教が、対中国的に自らの権威を強調するのに、利用された。 パクパの後に、チベット仏教の権威者として、両天下社教の称号を得たのは、明の英ミカドより、大砲法王の号を授与された、カルマパ五世って新クパであり、その後、真のジ・ミカドの昇兵を受けた、ダライラマ五世がこのタイトルを得た。したがって、中国の王朝との関係において、名目上カルマパが得た地位をダライラマが引き継いだ、形になる。ただし、 新朝がチベット仏教の最高権威として、ダライラマに送った諸領天下借教の肩書は、現代にパクパが得た地位とは異なり、肝心の仏教までも了承するものではなかった。その後、七世の第二、ダライラマ政権が新朝の保護下に入ると、ダライラマはそう主たる新朝皇帝のために祈願する義務を負った。中華人民共和国の一白書では、 ダライラマの称号とチベットの政教一致体制の確立は1653年に新朝皇帝がダライラマ五世に損傷を送ったことに始まるかのように記述している。チベット亡命政権はこれに対し、ダライラマの称号はそれよりずっと前のダライラマ三世とモンゴルのアルタンハーンとの関係から始まるものであること。また、ダライラマ五世の政治的権威は、 身長成立とは無関係に、偶志派案との関係において確立したものであるという事実を挙げて反論している。また、ダライラマと身長皇帝との消え書、断落ちの関係は個人的なものであったと主張し、清帝国の一部ではあっても支配層ではなかった肝心が身長皇帝とダライラマの関係に介在した子はないため、 中国がチベットに対して主権を主張することに歴史的正当性はないとしている。ダライラマはゲルク派において最重要の化身ラマであるが、ダライラマに次いで重要な化身ラマであるパンチェンラマと合わせて、ゲルク派の二大ラマとか二人の最高指導者とみなす場合もある。この二人の化身ラマの密接な関係をチベットの人々は太陽と月になぞらえた。パンチェンラマは、 阿弥陀如来の化身とされ、ダライラマに被験しうる知恵を持つ構想と考えられていた。カルマ派では、シャマルパという化身ラマがあり、法王たるカルマパの死後、その転生者に選ばれた次の法王が成人するまでの空白を補う副法王の役割を持っているが、ダライラマとパンチェンラマもこれと似た征服法王にあたり、相互に指定関係にあった。ただし、パンチェンラマは、 四月へに常駐していることが多く、ダライラマ未成年時に摂政として政務を代行したのは多く場合らさにいる別のラマであった。パンチェンラマはダライラマとは異なり、原則的に世俗的な政治権力は有していなかった。ダライラマは元田ポタンの長としてウーチのラッサを基盤としていたのに対し、パンチェンラマはタシルンポジの座として三地方の四月へ周辺を所領としていた。 1727年、新朝はゲルカハ内の勢力均衡を図るため、パンチェンラマの政治権力を強化させようとし、ちゃんと西チベットをパンチェンラマの領地と定めた。この措置の政治的効果は、さほど大きくなかったものの、その後の時代においてダライラマとパンチェンラマの間で、あるいはラサとガセの間で幾度か圧力が生じる原因となった。なお、チベット亡命政府は、 パンチェンラマの地位に関する中華人民共和国の主張に対する反論の中で、四月へやタシルンポジの行政も、ダライラマ政庁の任命した行政官が担っていたこと強調している。ダライラマはゲルク派の最も有名な僧侶であり、事実上、ゲルク派の総帥とか総主のように扱われることがあるが、ゲルク派の官庁ではない。本来は総本山岩伝寺の座す。 ガンデンティッパがゲルク派の最高指導者である。ガンデンティッパはゲルク派の学僧の頂点に立つ役職であり、宗祖、ゾンカパの後継者としてゲルク派の教を鑑賞する保守の立場にある。その神座には、ダライラマとパンチェンラマ以外座ることを許されなかった。ガンデン寺における席が、ダライラマのそれより高いことから、ゲルク派内での宗教上の格式はダライラマよりも、 上位にあると解釈することができる。16世紀、ゲルク派の強制拡大に伴って、大派との摩擦が生じた際、性的であったカルマ派のカルマパなどと比べると、ゲルク派の教主であるガンデンティッパは交代性で人気が短かったため、求心力やカリスマ性を獲得しがたい面があった。ガライラマは、そのような時代にデプンデラとセラジのザスを兼任して、 事実上のゲルカ派の最高指導者となった学僧、玄ン,ン、ギャツォ、ダライマ2世、そしてその転唱者とされた、スーナムギャツォ、ダライラマ3世に始まる転生系譜であり、ゲルカ派の統合の象徴であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。